はい、こんばんは。キットさんいらっしゃい。楽しんでてー。キットさんいらっしゃい。こんばんは。ハッピークリスマス。イエーイ。いらっしゃい。彼女も俺も風邪っ引きですよ。風邪っ引きでーす。のんちゃんね、後ろでね、風邪でくたばってますね。眠ってます。そうなんだよ、俺の風邪移しちゃったんだよね、彼女に。悪いことをしたよね。おい、キューちゃんいらっしゃい。メリークリスマスイーブ。いらっしゃい。BGM 変。俺ずっとこれだよ、 BGM は。なんかマイクが弱いかな。停止停止。どうしようかな。なんかいいでしょ。ほんわかするでしょ。どうすか。また来てね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、キューちゃん、ユンユン、ランズさん、フォローありがとう。会社に忘れてきたな、メモ帳。よろしくお願いします。
はい、ワズツー、ゴルゴさんいらっしゃい。109か。風はね、まだきついね。左の肺がどんどん痛くなってて、まだ治ってないですね。こんばんは。
何計算してんの？ほんとね、サイトのね、サイトを作ろうかなと思ってて、サイトいじってんだよね。サイトをいじってるって感じ。あ、バーガープレゼントありがとう、ゴンタさん。バーガープレゼントありがとう。ジンジャークッキーありがとう、きょうさん。お、和同士なんだ。ありがとう。ありがとうございます。ジンジャークッキーありがとう。お大事に、ありがとう。たくさんありがとうね、ジンジャークッキー。サンキュー。すげえ嬉しいです。グローバルメニュー。グローバルSRC SRC バーガープレゼントありがとう。はいはいはい、こういう感じか。
バカプレゼントありがとう。難しいなサイトって。なんだろうなこれ。
なんだろうな、これ。はい、ワード2、いらっしゃい。いらっしゃい。はい、ヨコさんいらっしゃい、ワード2。そうなんだよ、両方とも風邪引きなんだよ今。どうすればいいんだろうな、全然わかんねえ。誰かさ、サイト、スタイルシートとか詳しい人いる？スタイルシート。うん、サイトいじってるんだけど、グローバルメニューがいじれなくてさ、困ってんだよ。ノンタに移っちゃったんだよね。スタイルシートわかんない。いや、超難しいんだよね。これどうすればいいんだろうな。まいったな。なんでパティングが入ってるはずなんだけどな。どういうことなんだろう。ページスクロール。スタイル超難しいね。サイトって作るの超むずいね。アシカくんの時うまくいったんだけどな。何なんだろう、なんでなんだ。
さっぱりわかんねえな。ちょっとネットで募集するか。一回枠閉じます。タイトル変えます。お疲れ。12名さんいらっしゃい。なしに出てください。はい、ワード2いらっしゃい。楽しんでってください。うん、サイト作ってるよ。はい、ただいま。バーガープレゼントありがとう。 HTML ないんだよね。スタイルシートなんだよ、原因が。スタイルシートわかんない。メロ昔独学で HTML とかタブとかやったんだけど、 CSS わかんない。あー、はい、毎度マキロさんいらっしゃい。もしスタイルシート詳しい人いたら教えてください。どうも。部分部分はちょっとだけね。いや、根本的にね、スタイルシート勉強しないとダメかなと思ってんだけど、もうさっぱりわからんわ。さっぱりわからん。おじいちゃんがあの時パソコン買ってたら人生変わってたもんね。ほんとだよ。ほんとほんと。バリバリやってたと思うよ。タイプ的にオタクだから。多分でも配信者はならなかっただろうな。多分ほんと、プログラマーとかになってたかもね。親父がさ、あの、そういうの大嫌いだったから。今考えると向いてるとは思うんだけどね。まあ、人生いくらでもやり直しできますから。そう、wado.tv にテストバーって貼ってあると思うんだけど、グローバルメニューを作ろうと思ってんの。で、グローバルメニューの項目が5個あるんだけど、その5個の幅が、そう、おかしいんだよ。調整できないの。その、変な余白が生まれちゃってて、それを消したいんだよね、その余白を。その、カーソルが合わさった時に、出てくるんだけど、余白が出てるんだよ。この余白を消したいっていう悩みがあります、今。これ多分グローバルメニューの設定じゃなくてイメージの設定なんだよね、多分ね。多分俺の予想。テストテストになってるでしょ。でテストが本当は横にピチッときっちりはまるサイズに作ってるんだけど、それがこれデザインじゃないよ。このデザインもっとかっこよくなるんだけど、この幅をぴったり合わさないデザインができないの。どこの余白？本当は横にぴったり並ぶの。横に5個ピタッとはまるように作ってあるの。サイズを。そう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 。だけど、そのテストっていうのをさ、カーソル合わせるとわかるんだけど、なんて言えばいいのかな。白い枠が出てくるでしょ。テストの周りに白い枠が、こうカーソル合わせると白い枠が出るんだけど、この分がいらない枠なんだよ。いらない余白なの。これを消したいの。うん。だからこれ多分スタイルシートいじれる人じゃないといじれないんだよな。
参ったんだよね。これが、どこの項目にそれが書かれてるのかわかんないんだよね。困ってんだよ。こんばんは。いらっしゃい。参ったなぁ。誰かいねえかな、サイト詳しい人。カーソルをリンクに、いや、まあまあ、それは視覚的に、こう、白い枠が出るから、あれなんだけど、余白自体は存在するのよ。カーソル合わさった時だけ白い枠が出るっていう視覚的に見えるだけで、この枠自体を取っ払わないとギュッてなんないの。ウェブいじってるよ。スタイルシートわかる人いたら教えてください。これは何が原因なんだ、本当。でもこういう問題が常にぶち当たっていくから、本当毎回毎回だから、これをね、解決。あ、わかった。これだ。これだ。あった、あった。あった。あー、これだ、これだ。あった、あった、あった。これだ。パッティング。あった。わかった。パッティングで、パッティングはどこだ？ヘローワールド。パッティング。これだ。あった。パッティング。これどこに書かれてんだろう。今度はこれを特定しないと。原因はなんとなく多分分かったぞ。あー、消えるな、消えるな。ちょ、待って、めんどくせえな。これが、こうで。これがパッティング、そう、ボーダーです。これボーダーじゃないですね。パディングですね。うん、パディングですよ。検証でやってるよ俺今。うん、こうさん、これボーダーじゃないよ、パディングだよ。どこだ、今俺検証やったもん。パディングどこだろう。どこいじればいいんだろう。確実にこれなんだよな。パディング、これを消したい。パディング、これどこだ、このパディングってどこに書かれてんだ。うわ、全然わかんねえ、全然わかんねえわ。これどこなんだろう。ここか。あー、これだ、これだわ。あった。これだ。やっぱ、これだ。はいはい、わかったわかった。あー。これでもダメなんだ。これでもダメ。あー、そう。これでもダメなんだ。どうすればいいんだろうな。わかった。原因特定できた。自力で。自力でできたんだけど、次の問題にぶつかってる。あー、難しいな。ナビ ULLIA のパディングをコメントアウトして、やべえな、全然わかんねえな。どうすればいいんだろうな。
ほど。どうしようかな。パディングをまず消すと、パディングを消した後、パディング消して、パディング消すか。まずパディング、パッティング消して、どうすればいいんだろうな。テンプレート使ってるからね、テンプレートを改良していかないといけないんだよね。難しいよね、サイトってね。なるほど。ちょっとやってみるか。じゃなくて、まさか30超えてサイト覚える羽目になるとは思わなかったよね。なんでも若いうちだよな。若いうちはね、頭ね柔らかいからね、なんでも若いうちにやるべきだね。本当に赤いうちの花だよ。配信スタイル変わったかな？どう変わった？いや、変わってないと思うよ。変わったように見えるだけだと思う。正直。ぶっちゃけ変えてない。あの配信スタイルは。でもね、今が一番やりたいことできてる気はするけどね。一番気楽にやってるね。楽しいよ。配信が好きだね、今。今一番楽しいかな。時間を無駄にする勇気があれば年取っても学習は大丈夫。あ、そこなんだよな。だからリスクヘッジができないんだろうね、多分ね。
あ、リスクヘッジっていうか、リスクを取ることができないんだろうね。人間って。あれ、できないのかよ。どこだ、原因。これでもダメなの？なんでだ？数字が合わねえな。どっかでミスってんな、数字を。0.1 じゃダメだ。お母さん！彩香のお母さん見てる？ハッピークリスマス！どうもー！ママー！ママも見てねー。なぜか距離が遠くなった気がした。気のせいかな。いや、気のせいでしょ、それは。それってさ、あれと一緒よ。友達だと思ってて身近に感じてたやつが、稼ぎが良くなったら遠く感じるのと一緒でしょ。多分それでしょ。うん。テーブル使った方が簡単だと思ってしまう。HTML さ。あのね、違うんだよ。これね、俺も HTML の世代だったからわかるんだけど、HTML 多少わかるの。だけど、スマートフォンがそれをダメにしたの。要は、テーブルで囲うと、固定の幅になるじゃん。だから、パソコンで見る分には固定の幅でいいんだけど、レスポンシブ対応って言って、今のサイトって、カーソルを、画面のウィンドウをぐーって小さくすると、スマホ対応に変わるの知ってる？それは、スタイルシートでいじるのよ。要は、テーブルで囲っちゃうと絶対値が決まっちゃうから動かせないわけじゃん。だけど、そのスタイルシートでいじると、こっからこの幅になったらこの幅に変更っていうのはグッてできるんでしょ。だから今のトレンドっていうのは、フォントの大きさであったりとか、その、囲い込みとかは全部スタイルシートでやるの。レスポンシブ対応がね、それをぶっ壊しちゃったんだよ。それが原因。うん。JavaScript も動いてるから難しい。あ、そうなんだ。今とりあえず、パティングは原因だっていうのは突き止めたの。だけどサイズの幅が合ってないのはなんでなんだろう。どこに余白が生まれてしまってるんだろう。なんでかわかんないな、これ。13.98 でしょ？サイズが。213.98×5 は 99.9。ギリギリなんだ。もう1ミリ削ってみるか。ファイル新規9を8に変えてみようか。難しいなぁ。難しいけど楽しいよね。なんかプラモデルを自作で作ってるような、なんかもどかしさってあったじゃん。子供の頃ガンプラが作れないもどかしさみたいなのなかった。なんで大人はこれ作れるんだみたいなさ、ああいう感覚に近いかもしんない。プラモデルが作れないもどかしさみたいな、俺の感覚だけどね。なんか思い通りに体が動かないのにすごい似てる。なんかやりたいことが表現頭の中にあるけどできないみたいな、そうそうそう、達成感がだからやばいんだよね。そうかあり達成感一つ一つは半端じゃない。
40名さんいらっしゃい。お前ら大丈夫か？彼氏いないのか？ていうか女性リスナー少ないね、今日ね。なんだかんだ言ってやることやってんだな。女性リスナー今日少ないわ。騙されたぜ。グローバルメニュー。みんな彼氏いんだな、なんだかんだ言って。初見さんいらっしゃい。チャマキリンさんいらっしゃい。楽しんでってね。よいしょ。なんでできないの？なんでだ？これマジでわかんねえ。あ、迷宮入りだわ。迷宮入りだよ、本当に。おい、メリークリスマス。メナツさんいらっしゃい。なんだこれ。全然わかんねえ。惜しいところまで行ってんだよ、本当に。惜しいところまで行ってんだけど、なんでだろうな。13.98。13.98？ 嘘つけ。13.98 嘘だ。 13.9？ そのサイズで作ってねえぞ俺。 13.9。 テスト詳細情報を見る。あれ間違えてんな。14大きさ。14になっちゃってる。あー、どうしようか。テストがいっぱい並んでる。思い切ってみるか。思い切ってやってみるわ。13でいこう。思い切ります。思い切ってやります。まだね、みんなのところにはまだ分かるか分からないかぐらいだけど、もう内部的には構造がだんだん分かってきてるから大丈夫よ。いけるよ俺。ワドちゃんやれる子だよ。朝からだいぶ見た目変えたんですね。そう？何の見た目？何が変わった？いや別に風呂入ったけど、湯船使っただけだから何にも変えてないけど。なんだろうそれ。何も変えてないよ俺。なんだこれ。何これ。いやもうだんだん嫌になってきたわ。疲れた。もうおじさん疲れた。レイアウト、あ、ページョン、いや今変えてるっていうかテストしてるんだよね。フォロキンさんいらっしゃい。スタイルシートが分かんなくて苦戦してるんですよ今。テストですね。なんつうんだろう。今ってさ、役割、コード書く人とデザインやる人と SEO 対策やる人ってバラバラなの。
普通。だけど俺の場合一人でやんないといけないから、まずそのコード的に、要は、どのグローバルメニューをどの幅で作んないといけないっていうさ、ツイッターとかのヘッダー作るときとか簡単じゃん。ツイッターの公式サイトに何ピクセルって書いてあるじゃん。でしょ？だからデザインするときはツイッターを調べてデザインこの幅で作れば OK なんだけど、俺の場合っていうのは、そう、ツイッター側のこのピクセル幅っていうのをどう作ってるのかを自分で設計しないといけないんだよ。ああ、そうなんだ。そう。だからね、そこがややこしいところなんだよね。全部自分でやんないといけないっていう。もどかしいですよ。あ、できたできた。よし、これでアップロードもう一回やってみっか。めんどくせえなー、マジで。CMS、そうっすね。ワードプレスです。ワードプレスで、もう本当にド素人なんですけど、最近もう覚えなきゃと思って、自分のやりたいことをやるんだったら、もうこれやるしかないっていう風になって、31年かかりましたよ。そこに至るまで。自分のやりたいことを表現するにはもう自分のサイト作るしかないっていう。よいしょ。でも俺はコード書けないんだけどね。もうさ、こんなさ、グローバルメニューなんてさ、ぶっちゃけた話、今誰でもね、でもグローバルメニューを作るのにこんなに苦労するとは思わなかったよね。ほんと今便利だよな。何でも無料でできるんだもんね、ユーザーは。何でも無料だよ、本当に。すごい時代だと思わない？こんなのさ、みんな苦労してさ、サイトとか作ってたじゃん、ぶっちゃけ。何でも無料、今。今ネット勉強できるから。そうだね。ネットでね、答えが書いてあるんだもんね。すごいよね。答えは書いてあるから、やる気次第でもうどうにでもなるって時代だもんね。これでうまくいったかな。よし、公開して保存。レスポンシブ仕様であれば、マックスワイドを設定してくださいね。あーダメ！もうね、今はまず、レスポンシブ対応うんぬんっていう話じゃなく、あれ？消えた。あれ？今そういう問題じゃなくて、ちゃんとしたページをまず作るっていうところ、もう、ウェブの方が作れないんですよ。で、その後レスポンシブを勉強するっていう順番でやろうと思ってる。もう同時にやったらわけわかんなくなるわ、これ。ここまで来て。ほい！来たー！来たー！テストが並んだよ、みんな！やったよ！和道の異常なゼミナル、テスト、やったー！問題解決しました。やった、嬉しい。超くだらねえ。俺多分今、この時代にこれができた喜びって俺だけじゃない。テスト。あー、超嬉しい。やっとデザインができる。わ、めっちゃ嬉しいわ。できた。じゃあ今からコード書き換えます。みんなにも反映させます。あ、よかった。よかった。ここね。できました。やった。諦めなければなんとかなるもんなんだよ、そう。なんとかなるから。気合でなんとかなるから。俺頭悪いから気合でなんとかしてきたから今まで。いや、嬉しいわ。で、これをコメントアウトすればいいんだろう。あった。ホバー、これだ。ホバー、パッティング。これをコメントアウト。コメントアウト。
2016年12月25日、グローバルバルメニュー、メニュー作成のため。あ、めっちゃ嬉しいな。多分これでいけるはず。やったよ。グローバルメニューを作った。もう超可愛いでしょ、チャマからしたら。やってる人からしたら、こいつ何やってんだって。本当の本当の初心者だから。おじさん頑張ってんのよ。本当の本当の初心者。で、その、サイズが合わなくて、グローバル、できてないんだけど。どういうこと？できてないんだけど。なんで？なんで？約束と違うじゃん。なんで？クッキー削除すっか。キャッシュを消去。でもこれやるとさ、めんどくさいんだよな。サイトプラグインデータダウンロード。反映されてない？俺ミスった。俺ミスった。あ、されたされたされたよ、ほら。されたされたよ、反映されたよ。テスト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 って反映されたっしょ。されてるされてる。多分それ Google Chrome だから、 Google Chrome のキャッシュを削除してみて。要はパソコンの Chrome の方にデータが残ってるの。だから Chrome のキャッシュを削除しないといけない。そしたらなってるなってるなってる、なってますなってます、大丈夫です。なってる。よし、デザインできた。できてたでしょ？できてたでしょ？で、ここにグローバルメニューが5つでしょ？なってたでしょ？やったよ、嬉しかったよ。どうしようかなと思ってんだよね。個人サイトのグローバルメニューが横に5個並んで、左サイドバーの形式でやろうと思ってんだけど、うん。どうしようかな。ウェブ屋やってるんだ。カスタムメニューのことか。うん。どういう構成にしようかな。個人サイトを作ってるんですよ。簡単に言うと。ウェブ屋さんなんですね。これカスタムメニューっていうの？これグローバルメニューって言わないの？周りの赤は残ってていいの？これはどうしようかなと思って、今変えようか。今消すわ。ちょっと待って。ここを黒くしちゃおうと思ってる。スラッシュ。あ。ちょっと待って。ここはね、そんなに問題ではない。ちょっと待って、今直すわ。これは周りの赤を黒くすればいいだけだから。色。で、色で、サイトタイトルの色を、インクのホバー、
モバイルメニュー、モバイルサイト、グローバルナビの色を黒に変更するでしょう。あ、いい感じだ、いい感じだ。で、グローバルナビリンク、これを赤に変えると。そうすると、あれ？グローバルナビリンクの文字色か。これ白でいいや。間違えた。ナビリンクのホバー、これだ。テーマウィジェットメニューとあると思いますが、うん、あるよ。オッケーオッケー。オッケー、公開しました。で、今どうなったかっていうと、こんな感じになりました。テストだけ。で、文字を載せると、下に赤く出るようになってます。下に赤く出るようになってます。これでいいじゃん。いい感じだな。これだったらスッキリしてるよね。いいよね。そうそうそう、下だけに赤がちょっと出る。で、今度はデザインだ。うん。なんかファミコンゲームみたいになって可愛いね。テストテストテスト。テストサイト公開してんじゃねえよ、クズって感じだよね。ホバー装飾。うん。どうしようかな。デザインは決まってんだけど、上の5つの項目何がいいかなと思って。お問い合わせ？お問い合わせは一番右だよね、普通。なんかメモ帳欲しいな。メモ紙が欲しい。一番右がお問い合わせで、何が必要かな？よく見られる項目。うん、こういうのも面白いね。今からデザインをじゃあ、作っていこう。お問い合わせは一番右だよね。ちょっと待ってね。どうしようかな。なんかメモ紙が欲しいな。メモ紙。ノートがないんだよね、今。どうしようかな。トップもしくは、トップさ、今ないサイト多くないですか？一応さ、ここに和道の異常なゼミナールってロゴが入ってるから、これがトップボタンでいいかなと思ってんだよね。なんか、今のサイトって、一番左に昔ホームとかトップあったじゃないですか。あれがなくなってるサイトが多いなと思って。アバウト。やっぱトップって入れた方が丁寧なのかな。なんか、そう、サイトのロゴをクリックするとトップに戻れるって仕組みのサイトが多い気がするんだよね、今。アバウトってなんだっけ？どんな感じで、お問い合わせ。トップって今ないよね。バナークリックしたトップだよね。ヘッダーにロゴありリンクつけてもレスポンシブではロゴに、モアレが出る。ヘッダーにロゴありでリンクつけてもレスポンシブではロゴに、モアレってなんだろう。レスポンシブは今度外視で考えてますね、僕。レスポンシブは今度外視で考えてます。うん。モアレ。解像度。モアレってなんだろう。モアレ。おやすみ、ゴルゴさん。モアレ。わかんねえな。
今のサイトすでにレスポンシブになってますよ。これね、ワードプレスのテンプレートだからなんですよ。ワードプレスのテンプレートを使ってるから、やってるの。で、こっちのサイトを完璧に、その、仕上げて、装飾仕上げた後に、レスポンシブをテコ入れしようと思ってるんですよ。後で。だから、今はどちらかっていうと、無理やりレスポンシブしてるだけです。その、ワードプレスの機能を使って。うん。あ、解像度高いんだ。へー。あ、そうなんだ。へー。勉強になるわ。どうしよっかな。勉強になるわ。携帯で見てみるか。PC 用にロゴを作成してもスマホやタブレットなどで閲覧するとモヤモヤな画像に見える。はぁ。でもね、そこまで解像度低く作ってないから、綺麗に見えますよ。うん。綺麗に見えてる。今、ちゃんとキャプチャーしてないからぼやってるけど、スマホで見た限りでは綺麗に見えてるね。あ、ちょっとぼやけてるかな。でもそんなに問題にならないかな。俺が見た限り。うん、ブログの内容とトップも綺麗にできてるね。大丈夫。大丈夫、大丈夫。どこをどういじろうかな。わかってるわかってる、うん、でも表示させるそのサイズが固定幅だから大丈夫。拡大されないから、テストの部分は、左上にある、あ、右上にある、そのギザギザのマークをクリックすると表示される。でも、実際そのスマホ表示のところのメニューをクリックすると、文字で表示させるように変えようとは思ってる。ただ、後回し、そういうのは。スマホ対応は全部後回し。Thank you.
ソースがめっちゃ出てきた。何ソースがめっちゃ出てきたって。何のソースが出てきたの。新しいフォロワーさん、ヤバゾウさんフォローありがとう。ソースが出てくる。何のソース？右上の電波マークを押したらソース？右上の電波マーク？いや、出てこないはずだね。ここの右上押すじゃん。そうするとこれが出るはずだ。テストテストテスト。パソコンで？パソコンで右上？ああ、右上のアイコン？これは、取り外す。これ取り外す。うん。これはね、RSS ですね。RSS だっけ？うん。これはほっといていい。そう。まだね、デフォルトのままで放置してるんですよ、僕が。これ後で消す。あ、いいよいいよ、全然。うん。どうしよう。じゃあ続きまして。続きまして、デザインの方に入ります。あー、鼻痛い。どうしようかな。縦幅どれくらいにしようかな。本当に使った方がいい？ああ、そうなんだ。なんか、先輩にも言われた。意外と使ってる人多いから、ブログ更新するんだったら残した方がいいですよって言われた。うん、結構昔から愛用してる人も多いっていう。ピング配信、なんだろう、ピング配信って、うん、画像加工しないとな。インスタグラム行くか。インスタグラム、インスタのログイン、え、ログアウトした、なんで。あー、そっか。一回、あと10分で枠取り直します。ありがとね、ちゃまきりんさん。なんとかなりました。ありがとうございます。一回枠取り直しますね、10分後。インスタ。ユーザーが RSS の最新情報を受け取ることができます。うん。RSS の機能は分かってんだけど、ピング配信っていう言葉を初めて聞いて分かんなくてさ。
6人インスタに上げてなかった。インスタに上げてねえんだ。ツイッターか。うん、頑張ります。チャム様ありがとう。ピンが一斉に配信できますから、ランキングに反映する。勉強になるけど見てたら徹夜になりそう。なんかそんな感じするよね。あれ、ツイッターのログインがわかんねえな。だらだら雑談やろうぜ、楽しもうぜ。ショップ開かないと。煮詰めると治り悪くなる。そうなんだよね。でも凝り性なんだよね。楽しいんだよね。これ欲しい。昔は相互リンクとかだったのに懐かしいね。だ好きなサイトの最新情報をバッて受け取ることができるってことでしょ。要はすごい時代だよね。
あ、めんどくせえ、めんどくせえ、めんどくせえ。イラストレーターでやろう。めんどくせえ。こんな素材に時間かけてらんねえわ。いられでやります。こんばんは。今日はいい日ですね。気分がいい日。いや別に普段から気分別にいいけど、今月はもう FX しません。十分です。あ、そうなんだ。落ちるね。とりあえず一回落ちます。お前コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。